エドワード一世は、プランタジネット朝のイングランド王。ヘンリー三世の長男であり、1272年に、不王の崩御で即位し、以降1307年の崩御まで、イングランド王として君臨した。内政面では、法整備を進めたことや1295年に、大議政議会の要素が強い模範議会を召集したことなどが特筆される。外交では、 近隣諸国との戦争に明け暮れ、ウェールズやスコットランドに侵攻して併合したり、アキテーヌをめぐって、フランスと戦争するなどした。しかしスコットランド支配は、激しい抵抗運動を招いて、最終的には破綻し、フランスとの戦争はやがて100年戦争へと、繋がってゆく。あだ名は、ロンシャンクス及びハマー・オブ・ザ・スコッツ。1239年に、 イングランド王ヘンリー3世の長男として、ロンドンで生まれた。1254年にはフランスに対する牽制として、カスティーリャ王レオン王フェルナンド3世の娘エリナーと結婚した。1258年に、オックスフォード議会で可決された王権を制約する、オックスフォード条項をめぐって、ヘンリー3世や、エドワードら王権側と、第6代レスター・ハクシモンド・モンホールら、 改革派諸公の対立が深まり、1264年に、両者は第二次バロン戦争で衝突した。ルイスの戦いに敗れて一時不王と共に、旅収のみとなったが、翌1265年に脱走に成功し、イーブシャムの戦いで、レスター博を廃止させて王室に権力を取り戻した。内乱終結後には不王に代わって、国政を主導。オックスフォード上皇は否定したが、 王権以上に貴族権力を抑制するウェストミンスター条項は認め、これを組んだマールバラ法を制定した。1270年からは第8回十字軍に参加した。1272年にヘンリー三世の法御により国王に即位した。内政面では法律家のブレーンを抱えてイングランドの法整備に努めた。とりわけ動産差し押さえに制限を設けたことは、 中性的な自力救済の抑制に死した。また、王室の風神を増やす目的で1290年に制定された最下風禁止法は結果として、封建制の崩壊を推進し、封建主義社会から議会制国家への移行を促すことになった。他方1290年には、ユダヤ人追放を実施している。外交面では、戦争に明け暮れた。 1277年と1282年から1284年にかけては、ウェールズ大公ルウェリン・アップ・グリフィズが統治するウェールズに侵攻し、ルウェリンを廃止させて、同国を併合した。後に、ウェールズ大公の地位を自らの皇太子エドワードに与え、以降この称号は、英国皇太子に与えるのが伝統となった。続いて、スコットランドに狙いを定め、 1291年には、同国の多い継承争いに介入し、よしやすそうなジョン・ベイリアルを支持して、彼を大いにつけ、自らに真珠を誓わせた。スコットランド国内で、イングランドへの反発が高まり、1295年には、ジョン・ベイリアルやスコットランド貴族たちが反旗を翻したが、1296年に、スコットランド侵攻を行って、ダンバーの戦いで、 スコットランド軍を撃破した。ベイラルを廃位して王権を自らに譲渡させた。フランスとの外交関係はパリ条約移行良好に推移していたが、1294年にフランス王フィリップ4世がエドワードの領有するアキテーヌの没収を宣言したため、フランスとも開戦するに至った。フランスやスコットランドとの戦争には膨大な戦費が必要だったことから、 1295年に彼が召集した議会は、下級聖職者や周期史、各都市の市民の代表などを含めた広範な社会階層の代表者を集めた議会となった。そのため大議制の性格が強い議会となり、後世の議会の模範となったとされ、模範議会と呼ばれる。しかし高額の課税に反発は高まり、特に1297年のフランドル出兵に、際して、 恣意的課税を行おうとしたのを機に諸公との対立が再燃した。その対立の中で諸公や議会から国王の恣意的課税を制限するマグナカルタなど既存の法律の確認あるいは新規の立法を強要された。この諸公との対立は法御まで解消されることはなかった。スコットランドでは彼が総督に認じた第六代。 サリー・ハクジョン・ド・ワーレンが過酷な統治を行っていたが、ウィリアム・ウォレスらの抵抗運動の激化を招いた。ウォレスをフォルカークの戦いで破り、捕らえて残虐刑で処刑することには成功したが、スコットランドの抵抗運動は、ますます激しくなった。続いて、エドワードに王位を否定されていたロバート・ブルースが、スコットランド王ロバート一世に即位することで反旗を、翻した。 その追悼のために出陣した、イの1307年に崩御した。彼に代わって国王に即位した、エドワード2世は、ロバート1世に敗れて、スコットランドを失うこととなる。1239年6月17日に、イングランド王ヘンリー3世と、王妃エディナー・オブ・プロヴァンスの長男として、ロンドン・ウェストミンスター宮殿に生まれる。エドワード小生王にあやかってエドワードと名付けられた。 これまで、プランタージネット長の王はすべてフランス名だったが、彼は初めて、イングランド風の名前が与えられた王である。宣令式の際には、義理の王子にあたる、第六代レスターハクシモンド・モンホールが、第父を務めたが、このレスターハクは後に、エドワードに打ち取られることになる。1254年にカスティーリア・レオン王国主と、ブルゴスにおいて、カスティーリア王。 レオン王フェルナンド3世の娘エリナーと結婚した。カスティーラレオン王国はいまだイングランド王が統治権を残すフランスのアキテーヌ皇領の背後に位置しており、フランス王のアキテーヌ侵攻を防ぐための政略結婚だった。1265年8月、イーブシャムの戦いでエドワード軍に敗れて戦死する改革派諸侯の指導者、 第6代レスター博士モンド・モンフォールを描いた絵画金欠の王庫に財政援助を求めるためにヘンリー三世が1258年に召集したオックスフォード議会ではレスター博を中心とした改革派諸公がオックスフォード条項を可決させて国王権力の制限を図りヘンリー三世やエドワードと対立を深めたさらに翌1259年に ウェストミンスターに招集された議会では、ウェストミンスター条項が可決されるが、これは、国王以上に、領主裁判権をはじめとする、貴族権力を制限していた。改革派諸行が一枚岩ではないことに目をつけた、エドワードが貴族たちに対する反撃で盛り込んだものと言う。ヘンリー三世ははじめオックスフォード条項遵守の制約をしたが、1261年になって、 オックスフォード上皇巡守制約の無効を教皇アレクサンデル四世から認めてもらい、これにより国王と諸皇の対立が深まった。両派は競うように地方の掌握に努めるようになった。そして1264年5月に至って両派はルイスで戦闘に及び第二次バロン戦争が始まった。初戦のルイスの戦いは諸皇軍の圧勝に終わり、 エドワードも不王も捕虜にされた。この後一年ほど、レスター博が王不在の政府を主導したが、1265年5月にエドワードが脱走し、同年8月のイーブシャムの戦いで、レスター博を廃止させて王室に権力を取り戻す、ことに成功した。ついでエドワードとヘンリー三世は1266年6月に改革派諸行が立てこもった。 ケニルワース城を包囲するも難攻不落の道場を陥落させることはできなかった。そこでケニルワース宣言を発した。同宣言はオックスフォード条項は破棄するとしつつ反乱に関わった程度に応じて罰金を支払えばそれ以上処罰しないことを改革派諸公たちに保障していた。その結果諸公たちはしばらく様子を見ながらも大半は 年末までに宣言を受け入れて投稿した。十字軍の際に、エリナーが、エドワードの毒を口で吸い出したという逸話を描いた、絵画内乱集結後のヘンリー賛成万人の統治は、エドワードによって主導されていた。改革派諸行を破ったとはいえ、彼らの定めた立憲的原則を全否定するのは、王権の不安定を招くと判断したエドワードは、1266年に、 ウェストミンスター条項に盛り込まれている諸改革案を確認するとともに1267年のマールバラ法でその定着を図った。しかしこのマールバラ法はウェストミンスター条項の流れを組んで王権の抑制より貴族の権力の抑制を図るものであった。領主裁判所のご心上訴権を国王裁判所が独占する権利を定めることで 内乱中に衰えた王の司法権力の回復を図っていた。さらに動産差し押さえが認められる場合やその手続きも定め、当時広く社会に横行していた領主による自力救済的な差し押さえを抑制した。1270年8月からは第8回十字軍に参加し、イングランドを不在にした。1272年夏にエルサレムで イスラムの暗殺者に毒好き探検で敵図を負わされるも、妻エリナーが毒を口で吸い出すなど、献身的な治療をしたおかげで一命を取り留めたという、逸話があるが、これはエリナーを美化するための創作で史実ではないと、言われる。エドワード一世1272年11月16日に、ヘンリー三世が放御した時、エドワードは十字軍からの帰途の途中で、アルプス山麓にいた。 そして11月20日の父の体操の日に外国の地からイングランド王位の継承を宣言した。母、エリナーを摂政に任じ、自身は帰国を急がず、ガスコーニの安定やフランドルでの貿易問題解決のためのフランス王フィリップ3世との交渉を続けた。それらの目的を達した後の百七十四年に、ようやくイングランドへ帰国し、同年八月十九日に、 ウェストミンスター寺院で戴冠式を行った。このようにのんびりと大継承を行ったことは、エドワード一世の王権が極めて安定していたことを意味している。内乱集結後は、国王の強い指導力のもとに国王と諸公の関係が極めて緊密になっていた。エドワード一世の功績の一つは、法整備を推し進めたことである。ローマ法学の教授。 フランチェスコ・アックル氏を招くとともに、皇太子時代からの初期間で法律に詳しいバース、司教のロバート・バーネルを大法官に任じた。彼らの主導で様々な法整備が推し進められた。マール・バラ法の差し押さえ制限を強化するため、1275年には財務府の差し押さえ手続きが定められた。これは、公権力による差し押さえの場合について規定しており、国王の役人による 不正の排除を目的としていた。さらに1285年には、ウェストミンスター大院ーで領主による悪意の差し押さえに、罰則を設けたり、差し押さえを実行する代官の資格などを規定した。これらの法廷は、中性的な自力救済を大きく制限するのに死した。1278年には、権限開示令状を発して、領主特権を主張する者は巡回裁判官にその、 権限を明示すべきこと、明示しない場合はその特権は失われる旨を定めた。これは内乱の影響で領主特権が曖昧になって散脱されたり、乱用されたりしているのに歯止めをかける狙いがあった。1285年には従来の様々な治安維持法を一つにまとめて拡張、強化したウィンチェスター法を制定した。イングランドでは、 エドワード一世時代にはすでに封建制は消滅過程に入っていた。領主と土地保有者の間の土地切除関係は続いていたが、土地保有者が領主に対して負う義務は、軍役奉仕より金銭に移行しつつあり、したがって両者の関係は主君と家臣というより、地主と借地人といった方が適切になりつつあった。 封建制崩壊に拍車をかけたのは1290年に制定された再下封金司法だった。これは国王や領主から土地を受け封している土地保有者が土地を誰かに売却する再下封をした場合、購入者は売却者に対してではなく国王や領主に直接に風神としての奉仕責任を負うことを規定していた。国王や 領主の封建的収入を上昇させる目的の法律だったが、これにより、国王自家設受付者の数が急増し、諸階層の水平化が進んで封建制度の精神の崩壊を招いた。すなわち、国王の直接風信であることは、もはや何の自慢にもならなくなり、議会招集を受けることこそが自慢になった。これは、封建社会から議会制国家への移行を促す。 効果があった。だが、ともかく国王の風信は急増したので国王の封建的収入は増え、王権強化に死した。中世ヨーロッパにおいてユダヤ人はキリスト教会が禁じていた金融業によって財力をつけたが高い金利で債務者から憎まれることが多くユダヤ人が頼れるのは国王の保護だけであった。 保護を受ける代わりに、ユダヤ人は国王に命じられるままに金を献上せねば、ならなかった。ユダヤ人は、国王の、私有財産、奴隷状態だった。もし国王が保護の手を引き上げれば、ユダヤ人虐殺が起こるのが常だった。イングランドに、ユダヤ人が最初に入ってきたのは、ノルマイコンクエストの時に、ウィリアム征服王に従ってであった。 それ以前のアングロサクソン時代はあまりに原始的な社会だったので金融業が入り込む余地はなかったがフランスから来たノルマン町とプランタジネット町の国王たちは他の大陸諸国の王たちと同じくユダヤ金融業者を必要としたところが1290年になってエドワード一世はユダヤ人をイングランドから追放した要因としてはなどであるユダヤ人追放後 イングランド金融は、フランドル人、イタリア人、さらに後には、イングランド人資本家によって担われるようになっていく。ユダヤ人が再び、イングランドに移民するのは、近世のスチュアート朝以降である。ウェールズ対コールウェリンアップ・グリフィズ。エドワード一世の1282年の侵攻で、廃止した、エドワード一世が即位した頃のウェールズの統治者は、 ウェールズ対抗ルウェリン・アップグリフィズだった。エドワード一世やルウェリンに対して二度召集をかけて進化の礼を取るよう求めたが、ルウェリンは召集に応じなかった。エドワードは1272年にルウェリンを退逆者と宣告した。この宣告を受けて、ルウェリンに領土を奪取されていたイングランドのウェールズ辺境博たちがウェールズ進行を展開するようになった。また、 グーインネズ地方以外のウェールズ人領主の取り込みも図り、ルウェリンをウェールズ内で孤立に追いやった。その上で1277年7月にチェスターから1万5000人の軍勢を率いてウェールズ侵攻を開始した。これに対してルウェリンはゲリラ戦で抵抗するも、結局同年秋にはイングランドへの全面屈服のアベルコンビ条約を締結することを余儀なくされた。 この条約によりルウェディンは、他のウェールズ人領主への創始権を失い、グーイネズの統治権を兄弟で分け合い、ウェールズうちのエドワード一世の横領も大幅に拡大されることになった。さらにも知るウェディンが子供のないまま死去したらその所領はエドワードに没収されることも盛り込まれた。この条約で、ウェールズのほぼ全部を手中にしたエドワード一世は、イングランドの方を押し付けて、 ケルトの法やウェールズ人の感情を無視した統治を行った。特に巡回裁判制度を持ち込んだのは、エドワード一世の統治力を著しく高めた。しかしその過酷な統治は、ウェールズ人の反乱を誘発し、やがてルウェリンもそれに参加した。これを受けて、エドワード一世は1282年から1284年に、 かけて再度ウェールズ侵攻を行った。この戦いの際にルウェディンは廃止し、ウェールズ大公の地位は弟、ダフィズ・アップグリフィズが継承したが、彼も1283年9月30日に捕らえられて大逆罪で死刑宣告され、10月3日に過酷な首吊り、内臓をえぐり4先の刑で処刑された。こうして、ウェールズの独立をかけた最後の戦いは、 失敗に終わり、以降ウェールズが政治的独立を手にすることは二度となかった。1301年になって、エドワード一世は皇太子エドワードにウェールズ大公の称号を与えた。ウェールズの称号を残すことで、ウェールズ人の反感を和らげる目的だったという。以降イングランド・イギリス王室の皇太子はこの称号を名乗るのが慣例となり、その伝統は、 現在に至るまで続いている。また、ウェールズの征服で、イングランド軍に、ウェールズのロングボーの用法が入り、エドワード一世は、不評の特殊兵器として、スコットランド侵攻でこれを活用する。スコットランドへの総主権を確認する、エドワード一世ウェールズ征服後、エドワード一世は、北方スコットランド併合計画を本格化させた。ちょうど1286年に、 スコットランド王アレグザンダー三世が崩御したため、アレグザンダー三世の三歳の孫娘で、ノルウェーにいるマーガレットが、スコットランド女王に即位したが、エドワードはこれを、スコットランドノットリの潜在一遇のチャンスと見た。早速マーガレットと自分の息子、エドワードの結婚の斜面を強行に願い出るとともに、スコットランド長老会議と交渉を行い、 1289年には、スコットランドとの間にバーガム条約を締結して、婚約を成立させた。同条約には、スコットランドの権利、法律、自由ならび慣習は完全に放置され、スコットランド王国は自由にして、別個の王国として存続すると定められていたが、エドワードの狙いは、当初より併合であり、条約を守る気などさらさらなかった。 しかし千二百九十年、ノルウェーからスコットランドへ向かう道中に、マーガレットが崩御したため、この目論ろみは失敗に終わった。マーガレットの崩御で、スコットランド王室の暴流たちが、次々と王位継承権を主張するようになり、とりわけ、ウィリアム一世の弟ハンティンドン博、デイビッドの女系子孫にあたる三人、ベリャル教、ジョンベリャル、アナンデール教、ロバートド、ブルース、 ヘースティングズ教ンヘースティングスの3人が有力候補となった。3人の対立は激しくなる一方で内乱に発展することを恐れたセントアンドルーズ司教、ウィリアム・フレイザーは、エドワード一世に書簡を送って、陛下が国境まで失業されて決定したまわんことをと懇願した。この時のフレイザーの対応は今日まで、スコットランド人から売国行為として批判されるが、 仲介できるほど力を持った者は、エドワード一世しかなく、内乱を避けるためには、やむを得ない判断だったと弁護もされている。エドワード一世は、直ちにこれを了承して、介入を開始した。そして1291年5月に、スコットランドの聖職者、貴族を、北イングランドのラム城に招集して、彼らに、人が正当な総主ではないという証拠を示し得るか。と、問うて、 スコットランドを自らの総主権下に置こうとした。スコットランドの聖職者、貴族たちは国王がいないため自分たちには答える権限がないと述べて回答を避けたが、エドワード一世はこれを大井継承候補全員から、侵中を得れば自分に侵中することを認めた回答と判断し、ベイラルト・ブルースをはじめとする大井継承候補7人と個別に会見して、 全員から自分への心中を取り付けた。そして1291年8月にスコットランド王を決定する大訴訟を主催した。法廷の査定官は104人いたが、ベイリルとブルースがそれぞれ40人を指名し、残る24人はエドワード一世が指名したため、エドワード一世の決定次第であった。審議はベイリルが長女の系統の立場を活かして有利に進め、 エドワード一世もベイリャルを温厚で操り、人形にしやすしと見ていたのでイングランド査定官たちは、こぞって彼を支持し、結果1292年11月にベイリャルを王とする胸の裁定が下された。こうして、イングランド州主権下のスコットランド王が誕生することになった。イングランド王室プランタジネット家はもともとフランス大貴族であり、 安住帝国と呼ばれる巨大な領地をフランス北西部に所有していたが、1202年からのフランス王フィリップ2世への所領母子宣言、侵攻を受けて、ジョン王は南アキテーヌ以外を喪失した。その後イングランド王はたびたびフランス出兵を行って領土を取り戻そうとしたものの、すべて失敗に終わった。結局1259年にはパリ条約が締結され、 アキテーヌ地方をイングランド王に残すということで、両者は妥協した。このおかげで、以降1290年代初頭まで、英仏関係は平穏に推移した。ところが1293年にイングランドとガスコーニュ戦績の戦団が、ノルマンデー戦績の戦団に攻撃を仕掛けて打ち破り、ラロシェルを襲撃する事件が発生した。アテキーヌを狙っていたフランス王フィリップ世は、 エドワードのガス購入の領主としての責任を追求し、1294年にガス購入を含む全アキテーヌの所領を没収すると宣告した。これはフランス王による安住領侵攻の再開と考えられたので、エドワードは1294年にもフランス出兵を開始し、英仏戦争が勃発した。100年戦争はエドワード3世の時代に始まるが、 実質的にはこの時から始まっていたと考えられている。この時の戦いは1299年までに給料を回復してフィリップ4世と和議することで一応解決した。この和議の際にフィリップ4世の妹マーガレット・オブ・フランスと結婚している。スコットランド国王ジョン・ベイリアルは即位以来エドワードに真珠を誓っていたが、それに対するスコットランド内の反発は高まっていた。 特に1294年に大仏海戦でエドワードがスコットランドに徴兵要求をしたことでスコットランド人の繁栄感情は爆発した。後にエドワード一世はこの徴兵要求を取り消しているが繁栄感情が収まることはなかった。こうした空気の中、ジョン・ベイリャルはイングランドへの侵入を取り消した。 1295年7月には、司教や貴族からなる繁栄諮問機関、スコットランド王国の共同体が創設されて、今後この組織が国政の責任を負うことになった。さらに1295年10月には、スコットランドとフランスの公主同盟がパリで締結された。これに対して、エドワード一世は1296年3月にも、スコットランド侵攻を開始し、4月には、 ダンバーの戦いで、スコットランド軍を撃破して、多数のスコットランド貴族を捕虜にした。ジョン・ベイジャルも7月には投降し、イングランド王への反逆を犯したことを告白させられた。そして、フランスとの同盟を破棄し、王位を空席にして王権は、エドワード一世に譲ることを認めさせられた。エドワード一世は、スコットランド王権を示す王冠や王尺。 スクーの石などをロンドンへ持ち帰らせた。議会を召集する、エドワード一世。スコットランドやフランスとの戦争の戦費を募るため、エドワード一世は1295年11月に議会を召集した。膨大な軍資金を集めるためには、社会各層の協力が必要との認識から、この時の議会は、各階層から後半に代表を募ったため、 この後のイングランド議会の大犠牲の模範になったという意味で19世紀の歴史家に模範議会と名付けられた。この模範議会で招集されたのは白爵7人、その他法権貴族、大司教や司教などの行位聖職者41人、修道院長や助裁長などの下級聖職者70人、隠し教座制度3次会の聖職者、代表1名。 各市教官区から聖職者、代表2名、各州の州期士2人ずつ、都市や自由都市の市民代表各2名ずつである。確かにそれ以前の議会と比べれば、大犠牲的要素が強く、社会格層がよく代表されていたと言えるため、エドワード一世をレスター・ハクシモンド・モンフォールと共に、イギリス議会の父とすることがある。しかしこの時の議会は未だ貴族院と庶民院に、 分離していなかったし、下級生職者は途中で議会に出席しなくなった。またこの模範議会の後もしばしば大犠牲要素が全くない議会が開催されたので、エドワードを現在のイギリス議会の骨格を決定した人物かのように語ったり、この議会を模範と称するのは無理があるとの反論もある。そうした説によれば、イギリス議会は、 エドワード一世やレスター博のような特定の個人の総意でできたものではなく、12世紀から13世紀のイングランドの歴史過程の中で徐々に形成されたものであるとされる。フランドル出兵を拒否する第5代ノーフォーク博、ロジャー・ビゴットと第3代ヘレフォード博、ハンフリード・ブーンに対して出動しないなら公主刑だと脅迫するエドワード一世。イ エドワード一世の戦争には膨大な戦費が必要であったが、その課税は激しい反発を招いた。1296年には、教会が強行ボニーハテウス8世の直所を理由に課税を拒否するようになった。これに対して、エドワード一世は、教会が財政に協力しないなら、今後王権は、教会の財産や聖職者の生命の保護をしない旨を宣告し、 課税拒否運動の中心の聖職者たちの追放を行った。ついで翌1297年にはフランドル出兵計画をめぐって諸公の間にもエドワード一世に対する反発が広がった。とりわけ第5代のオフォーク博、ロジャー・ビゴットと第3代ヘレフォード博、ハンフリード・ブームはなどを指摘してフランドル出兵とそのための課税に反対した。 この際の二人とエドワード一世の抗論は激しく、エドワード一世が出動しないなら、お前たちは公主刑だと叫ぶと、二人は、いいや出動せぬなら、公主刑にもならぬと応酬したと伝わる。二人の異論を無視して、エドワード一世は、都市住民の所有する銅山5分の1、農村住民の所有する銅山8分の1を、租税として徴収することを独断で決定し、 さらに8000サックの羊毛挑発を命じた。そして1297年8月末にフランドルへ向けて出陣したが、諸公はまるで従わず、その軍勢はわずか200人だったという。エドワード一世の留守を狙って、ノーフォーク博とヘレフォード博は財務府に乗り込み、人々の同意なく、国王が恣意的に強制付加金や羊毛挑発することは許されないと論じて、 先に国王が命じた徴税を行うことを禁じた。さらに同年秋に召集が予定されていた議会に提出する文書、強制付加金は認めないことについての起草を開始した。これにより、エドワード一世と諸侯の関係が再び緊迫化し始めたが、1297年9月には、ウィリアム・ウォレス率いるスコットランド軍のスターリング・ブリッジの戦いの勝利と、 イングランド北部への進行があり、その危機感から、両者は10月に一時的に和解し、両憲証の確認書を結んだ。これは、が盛り込まれていた。これに基づき先のエドワード一世の恣意的課税は、廃止され、議会と協会はその代わりの租税案を、エドワード一世に与えた。しかしこの後も、諸侯と議会の国王に対する不信感は続き、 1300年3月にウェストミンスターで召集された議会は、エドワード一世に両憲章の全文を再確認、再交付させるとともに、両憲章への追加条項を新たに決議した。これは両憲章の違反者に対する罰則を設けると、ともに国王の役人による物資挑発に方法と手続きを規定することで、国王の徴税活動を制限するものだった。 翌1301年に林間で召集された議会も国王に対する不信感が強い議会となった。1305年になると、エドワード一世は自分が1297年の文書で行った約束は強制的に押し付けられたものだと主張し始め、教皇にその主張の承認を求め、翌1306年に認められている。このように、エドワード一世一世末には、 国王と諸公の関係は悪化して、平穏さや円滑さを欠いた状態となっていた。エドワード率いるイングランド軍が、ウォレス率いるスコットランド軍を破った1298年6月のフォルカークの戦いを描いた絵画スコットランドでは、エドワードが総督に任じた第6代、サリー・ハクジョン・ドワーレンが、スコットランド民衆を徹底的に弾圧する過酷な統治を行っていた。 しかしそうした統治は、スコットランドの中間層や民衆の抵抗運動を招き、それらは、ウィリアム・ウォレスの下で一つにまとまった。そして1297年9月に、スターリング・ブリッジの戦いにおいて、サリー・ハク率いるイングランド軍は、ウォレス軍に惨敗した。勢いに乗じた、ウォレス軍は、イングランド北部、ノーサンバーランドやカンバーランドへ進攻を開始した。 エドワード一世はこの前月からフランドル出兵でイングランドを不在にしていたが、ウォレス軍の勝利を聞いて1298年1月に帰国し、同年7月にフォルカークの戦いでウォレス率いるスコットランド軍を撃破した。ついで1300年からスコットランド侵攻を繰り返し、1303年5月の侵攻でついにスコットランド占領に成功した。 1305年9月には、スコットランドの統治組織を定めた、統治条例を発した。その間、ウォレスは、ゲディラ戦を展開したり、フランスに援軍を求めるなどエドワードへの抵抗運動を続けたが、1305年8月に、関係にかかって、イングランド軍に逮捕された。そして、大逆罪により首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑に処せられた。ウォレスに残虐刑を課すことで、 スコットランドを恐怖支配しようというエドワード一世の意図だったが、それは成功しなかった。逆に、スコットランド人の憤慨を買い、より激しい抵抗運動を招く結果となった。スコットランドでますます高まる繁栄機運に乗って、キャリック博、ロバート・ブルースが1306年3月に、スクーンでスコットランドをロバート一世に即位し、エドワード一世への侵入を拒否した。 当時エドワード一世はセキルに苦しんでいたが、直ちにロバート追悼を決定し、1306年9月にスコットランドへ向けて出陣した。皇太子エドワードと第二代ペンブルック博、エーマード・バランスの軍に先発させ、ペンブルック博の軍は1307年5月にロードンヒルの戦いでロバート率いるスコットランド軍と戦闘を交えたが敗北した。 一方、エドワード一世は、スコットランドへ向けて進軍している。途中の1307年7月3日に、カーライル郊外バラバイサンズで気丈に耐えられなくなって、倒れ込んだ。エドワード一世はすぐに、スコットランドから皇太子を呼び寄せ、追い渡した。そして7月7日に放御した。しかし、新国王エドワード二世は、父の遺言を守らなかった。エドワード一世の遺体はすべて、 ウェストミンスター寺院に埋葬した上、スコットランドからも撤兵した。彼は、スコットランド内における、イングランドの旗色が悪くなった後の1313 13年になって再び、スコットランド侵攻を行うが、バノックバーンの戦いで、スコットランド軍に惨敗。これが決定打となってイングランドは、スコットランドの支配権を完全に失ったのだった。 最初の王妃エリナー・オブ・カスティルとの間に16人の子女を設けた。2番目の王妃マーガレット・オブ・フランスとの間に3人の子女を設けた。ありがとうございます。